全ての世は言葉で語れる。功績功、神羅万象の全てを知るものだ。大王の悲願が今始まるんですね。うどん家の花が咲いたぞ。お前にとっての天下とは？祖国です。大王様、私は功績功に会ったことがあります。戦だ、顔を上げろ。もう全軍だぞ。全軍はぁ、そだよ。できるならばこの大地にいる若き目を守ってやってほしい。ならばお前を切り殺す。王族などなくなってしまえばいいって、血は流れないから。賭けに出ようではないか。はっ。祖国の土を踏みたければ全力でやれ。死に行くだろう。成立ね。この時を待っていた。神王自ら現れたのだ。今こそ打ち倒せ、歴史から神を消すのだ。合唱に全軍うっそれ。天下ってのはそんなもんじゃない。地を衛星を打ち、そして王族を愛しする。それができるのは君だけだと思ってる。何の用で来たんだよ。ここで戦争を始める気だとでも言うのかよ。そうだな。では我らが王たちに任せるとしよう。見るのは久しぶりだろう。はい。3000年に一度とは、これほどまでに美しい。そのためならば私は何だってする。あなたのために命を懸けて走ります。天下を持ってきてやる。時代がついたということだな。ならばその道私が作ろう。すべての世は語れましたか、大王。ああ。悲しみの日もやがては